みなさんこんにちは、ハビバニチャンネルです。今日はまたこちらダイソーで購入したスポンジを使って、今回はこんな感じで色をつけてみました。そちらがこちら、こんな感じで今回は色をつけてみました。では説明していきたいと思います。まずタグの方なんですが、こんな感じでアイスキャンディーって書いてあって、後ろはハンドメイドハピバニーチャンネル。今回は手作りスクイーズにはこのマークをつけようかなと思ってます。ハピバニーチャンネルのハピバニーです。はい、よかったらこのマーク覚えておいてくれると嬉しいなと思います。そしてこちらのアイスなんですが、これはエンジェルクレーを塗って作ってみました。でこのエンジェルクレーなんですけど、このアイスのスポンジに塗ったものが、はい、ちょっと今少なめになってしまいましたが、こちらの瓶に入っているのがそうです。今見るとこの上の部分がエンジェルクレーで、水と今分離をしている状態になってます。そしてこのエンジェルクレーの液体というか、この状態にするにはすでに動画で紹介しているので、もしよかったら概要欄の方にリンクを貼っておくので、そちらを見てください。このエンジェルクレーをこのスポンジに塗って乾かしたものに色をつけたのが、この今回のアイスキャンディーになります。そして色を塗っている絵の具なんですが、すべてアクリル絵の具で塗っています。水彩絵の具だと最後にコーティングをした時に色がちょっとよれてしまうことが多くなってきたので、今はアクリル絵の具のみを使って色を塗っています。アクリル絵の具はダイソーなどで購入できるので、もしよかったら見てください。そしてダイソーではアクリル絵の具の色がちょっと限られていて、なかなかこういう紫とか作るのが難しいんですけど、前は赤と青を混ぜて紫を作っていたんですが、こちらにも見えると思いますが、この絵の具を使っています。おすすめはこのアクリル絵の具っていうのかな、リキテックベーシックアクリルカラーがおすすめです。すごくいろんな種類があるし、なんか混ぜて使っても可愛いかなと思ったので、今度からはダイソーで購入してもいいし、もしこうちょっと違う色も試してみたいなって方は、こんな感じでこれを買うといろんな色を楽しめるのかなと思います。他のスクイーズを作る時にもこのアクリルカラーを使ってスクイーズを作っていこうと思うので、少しずつ色を集めていこうかなと思っています。はい、それでは紹介していきたいと思います。まずこれは虹色っぽくしたくて、こんな感じで色をつけていきました。これはこの絵の具で、緑もこちらの絵の具を使って、青はアクリル、ダイソーのアクリル絵の具の青に白を混ぜてます。でこちらは普通の黄色を混ぜて、このオレンジはオレンジ色のアクリル絵の具を持っていないので、赤と黄色を少しずつ混ぜながらこの色を作っています。そして上の部分は、これは真っ赤ではなくって、赤色に白のアクリル絵の具を入れて混ぜて作りました。なので自分の好きな色で作るといいかなと思います。はい、そして触ってみます。こんな感じで空気の抜ける音がして、少しずつ戻っていく感じで、もともと高反発のスポンジなんですけど、結構戻りがゆっくりですね。横側はそこまでこう垂れてない感じで、表側はわざと垂れてるようにしてます。ちょっとリアルな垂れ方ではないんですが、イラストっぽくしてあります。もうちょっとなんか押し心地を柔らかくしたい方は、もうちょっと針でプスプス周りに穴を開けて、自分の好きな柔らかさにするといいかなと思います。はい、こんな感じでとても触り心地のいいスクイーズになってます。わかるかな、触り心地。
こう空気が抜ける音がして、そしてとってもこう空気が抜けたくない人は穴を開けないでこうパサッポンポンすると柔らかい触り心地になります。これはちょっと穴がちょっと開けてるのでこんな感じです。これもぶら下げて飾っておくととても可愛いインテリアとしてもいいかなと思います。夏休みにはいろんなスクイーズをたくさん作ろうと思っているので楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。はい、ちょっといろんな説明で長くなってしまいましたが、もしよかったら皆さんも作ってみてください。そしてこちらの絵の具おすすめです。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。Thank you.